はい、ご紹介いただきました、ありがとうございます。今日はこうした機会をいただきましたことを、早稲田大学と経済産業研究所に改めて感謝をしたいと思います。じゃあ、早速始めたいというふうに思います。えー、今あの、日本政府は新しい資本主義を目指しております。 成長と分配の好循環の実現に向けて官も民もそれぞれ一歩前に出て真の連携による社会的課題の解決とそれに伴う新しい市場の創造成長の果実を広く社会に還元をしていきたいこのように考えておりますその鍵の一つは賃上げです人への投資の強化と労働市場改革を進め持続的で構造的な賃上げを実現したいというふうに考えています 一人一人が自らのキャリアを選択する時代において、職務ごとに要求されるスキルを明らかにし、労働者が自らの意思でリスキリングを行い、職務を選択していける、こういった姿が大事であります。構造的な賃上げに向けてまして、リスキリングによる能力向上支援、それから個々の企業の自治体に応じた職務給の導入、成長分野への労働移住の円滑化という三味一体の労働市場改革を進めようとしています。それによって客観性、透明性、公平性を確保した形での、 雇用システムへの転換を進めたいと考えておりますまた、ソサエティ5.0に向けて、リアルなフィジカル空間とサイバー空間、ますます融合していきます。従来の天然資源、機械設備、そして人といった有形資産に加えて、データ、ソフト、ネットワークといった無形資産が価値創出において、そのバリューチェーンにおいて一層組み込まれて、それが経済社会システムの大前提になってきているというふうに思います。 まあこれはあたかも新しいデジタル環境という自然環境が出現してきている、こういったことかと思います。まあ、こうした中、生産性の向上や新しい価値創出によって、企業が収益を上げ、賃金を上げていくためには、経済社会の前提となったデジタル技術をもうまく活用していくことが大事になります。このためにデジタル分野における人的投資の促進と、企業変革に DX 通信を組み込むことが求められております。経済産業省では、情報処理促進法も踏まえて、 DX 時代の企業経営に必要な事項を取りまとめたガイドラインとして、デジタルガバナンスコード2.0を公表し策,定策定し、公表しています。経営トップが率先をして、デジタルを活用しやすい企業文化の育成を推進していくことを後押しをしていこうというふうに考えております。そこでは企業に対してデジタル技術によって、社会や競争環境、区画の課題がどう変化していくのか、またそれが自社に与える影響を理解をいただいた上で、 どう対応しししてててて何ををを実現していいくくのかを明確化していただくことを求めております例えば何年後にどういった会社になりたいのかということを考えていただく、自身の強みを生かして弱点を改善をして価値を高めていく、そういった経営ビジョンを作成していただくということ、そのためのビジネスモデルを作っていただくということを求めています。そしてデジタル技術をツールとしてどう活用していくのかを具体的な DX 戦略として決めていく。 そしてデジタル技術の計画的導入、それらを有効活用するための人材確保策、育成策、これを継続的な投資計画に基づいて、PDCA サイクルも回しながら進めていただくという形になるかと思います。ただその上で、事業を変革進めるには、ITDX 部門、経営計画、事業部門など、さまざまな部門間で組織横断的に取り組むことが必要になってまいります。企業全体の組織構造や文化の改革、中長期的な取り組みが必要と。 こういうことにつながってくるかと思いますまさに経営トップの明確な関与リードが求められるかと思っておりますで、経産省としても DX 通信新策をいろいろ展開をしていますデジタルガバナンス行動を踏まえ各企業がその企業価値向上のための DX 戦略を策定し推進をしていくことまた優れた DX 事例の普及経営者のマインドチェンジの促進投資家ステークホルダー間での DX に積極的に取り組む企業の認知と向上につながればというふうに考えております これから初めて DX に取り組む企業に対しましては、DX 通信指標というものを提供しています。 ネットベースの全35項目の問いに答えていただくことで、DX 取り組み状況に向けた現状の DX に関するそれぞれの組織の自己診断ができます。これまで累計8000社以上に活用いただいております。大企業と中小企業の割合は一対7という形です。業界内での立ち位置の確認、DX の先行企業との比較など、ベンチマークにも使っていただける指標になっております。この DX 通信指標には、企業の中でなぜ DX に取り組むのか、 その目的の共有、具体的なアクションとして何から手をつけたらよいのかの気づき、また進捗状況の管理に、といったことに活用いただけるようなものになっております。そそしてのの次の レベルとしましてビジョン戦略体制が整って dx に取り組む体制が整備をできた企業であることを ipa 上報処理推進機構が認定する制度として dx 認定があります現状累計で850社以上が認定を受けておりましてうち中小企業は約3割となっています認定を受けた企業には税制優遇定理士の融資制度 あるいは高度デジタル人材訓練の対象事業者として、訓練経費やその間の従業員の賃金の一部を補助する、こういった制度も使えるような形になっています。この DX 認定の基準において、昨年から人材の育成確保、これを明確に追加をいたしました。DX 戦略の推進には人材が必要ですけれども、その育成確保のために、数値目標を含めて、具体的内容の公表を認定にあたっての要件化したわけであります。DX 推進人材の育成を一層重視をしてきています。 そしてさらにその上の先進的な業種や地域を代表するような模範となるような注目すべき DX 企業として、DX 認定、銘柄、DX 銘柄、DX セレクションというものがあります。これは学識経験者、有識者による審査によって決定を毎年しております。DX 銘柄は上場企業が対象で、現状約400社、DX セレクションは地域の中堅、中小企業が対象で、これまで約40社を選定をしてきております。 こうした企業におけます DX の推進には、企業は組織全体として変革への重要性を高めていくことが必要になってまいります。DX 戦略で企業として変革していく方向性を明確にし、その中でデジタル技術をどう使っていくのか考える、そしてその活用のために必要となるデジタル人材のスペックと、現状の組織における人材のスキル。 そのギャップこれを具体的に理解することが、まあ、単に人が足りないというだけではなくて具体的にどう人を確保し育成をしていくのか。そこの 具具体化に施策の具体化化ににに策のがっってていいいくかという,ふうに思っていますそのギャップの具体的な理解がデジタル人材育成を効果的に進めるための鍵だというふうに思います。そのためデジタルを活用し DX を推進するために必要な人材のスキルを可視化するために、計算省と IPA がデジタルスキル標準、デジタルスキルスタンダード、DSS というものを昨年12月末に公表しています。 経営層をはじめ企業に属する一人一人が DX に理解関心を持って自分ごととして捉えることが必要になっています。すべてのビジネスパーソンが DX に関して身につけるべき基礎的な知識、能力、スキル、マインドを DX リテラシー標準として定めています。そして DX を具体的に推進するために専門性を持った人材も必要です。 そのためにビジネスアーキテクト、デザイナー、ソフトウェアエンジニア、データサイエンティスト、サイバーセキュリティの5分野、さらに細かく分けて15類型について定義をしています。その役割、習得すべきスキルを DX 推進スキル標準として定めたわけであります。この… 通信スキル標準、専門的な方については、各企業において、すべて最初から整えるということではないかと思っています。事業規模、DX の通信度合いに応じて、一部の役割から揃えていくというようなことが考えられるかと思っております。これら、DX リテラシー標準と DX 通信スキル標準、2つのカテゴリーを合わせて、デジタルスキル標準、DSS というふうにして定めたわけであります。組織において、企業において人材確保育成の指針、 として活用いただくことを期待をしておりますし、さまざまなご相談を受けながら、私も経産省としてもできるアドバイス、ご助言をしながら進めているところであります。さらに、デジタルスキル標準の内容にも即した民間企業等による学習コンテンツのうち、一定の基準を満たしたものを提供する、学びデラックスという名のインターネット上のデジタル人材育成ポータルサイトも公表、提供をしています。 そこで学んだ成果を図り、可視化するための IT パスポート試験をはじめとするデジタル関係の国家試験の提供といった施策によっても、デジタル人材の育成を支援しているわけであります。以上、デジタルガバナンスコード、DX 認定、デジタルスキル標準、学びデラックス国家試験など、DX 推進、あるいはデジタル分野のリスキリングを促進していくための取り組みをご紹介をしい,いたしました。デジタル分野はただ常に変化、進化をしていくと思います。 その活用策も企業によってさまざまな創意工夫が出てくる、まあ、また出てくるべきだというふうに思っております。早速、私どもも生成 AI に関して、デジタルスキル標準公表後、最初の改定として今年の8月に、このリテラシー標準の方につきまして、生成 AI に対応する改定を行っております。生成 AI は各企業における DX の進展を加速する力も秘めているかと思います。 その結果、企業の競争力の向上にも大きく資する可能性があります。ビジネスパーソンに求められるスキルリテラシー上の新しい観点として、いわゆるプロンプトエンジニアリングの観点にも対応するような改定を行ったわけであります。今後ともアジャイルにですね、このデジタルスキル標準の内容を技術の進展、あるいは産業界での利用 実態フィードバックもいただきながら普段に見直しをしていきたいというふうに思っておりますで、専門人材の方である DX 通信スキル標準についても生成 AI の影響を踏まえた見直しの検討にも着手をしております引き続き本日ご参加の皆さんも含めてはじめとしまして様々なフィードバックをいただきながらデジタルリスクリング施策を適切に進めていきたいというふうに考えてございますご清聴に感謝しますありがとうございました以上です